はい、どうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。グルールデッキなんですけども、かなりね、突破力をね、重視したデッキになります。今回キーカード指数関数的成長ということでね、これを、重火がドラクあたりにつけて、宝剣つけて殴る。黄金化のドラゴンでもいいんですけど、そこら辺につけて殴ると。そういう感じのシンプルなデッキですね。はい、レシピの方が霜神が3、ヤスペラの保証が4、吹雪の乱闘が3、紅岩の無法者マグダが4、7人の小人が7、指数関数的成長が3、冠滅ぼしのガドラクが2、恋煩いの野獣が4、黄金化のドラゴンが4、エンバレスの宝剣が2、関節の山が10、関節の森が6、岩山かぶりの小道が4、グワの小道が4ということで、BO1 専用なんでね、サイドボードの方は、特に作ってません。これと宝剣が、ガドラク、野獣、ドラゴン、黄金化のドラゴン、ここら辺に乗ると面白いかなっていう感じですね。結構でもシンプルなんで、安定して回るんじゃないかなとは思います。さあ、それじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行。さあ、ヤスペラの保証。ショック。ヤスペラの保証、ターン終了。もう一枚ショックきた。秘宝嵐。さあ、霜神。それじゃあ、ちょっと一回ね、止まってもらいましょう。55の恋煩いの野獣と。どうしようかな。11出して殴って、それでもいいか。さあ、アタック。ブロックされて11が死ぬ感じですかね。お、マジか。野獣がやられた。ターン終了。わあ、3枚目のショック飛んできた。やばいね。さあ、野獣を出してターン終了。ターン終了。はい、黄金化のドラゴン。
先制攻撃持ってるから全く意味がないからね。ターン終了。さあ次のターン土地を引いてほしい。さあ残念ながら土地を引かなかった。12点、届かないな。まあ2体で殴ろう。さあマグド、ターン終了。さあ次のターンですね。ここですね。ライフ考えたらこっちか。ブロック。おお。さあ、しかし。さあ、めっちゃマナ出して。X8 指数関数的成長初めて使う。ん？あ、 X8X4 だ。ちょっと待ってね、間違えた。さあ X4、さあアタック。さあ64点。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。はい、アスペラの保証。シャイル、さあアタック。ターン終了。展開の語り部か。むしろ展開の語り部に打ちたいよね、これ。ややこしいか。シャイル打っとこう。もう一体出てきましたね。はい、ターン終了。さあまずい。
なんとしてもあいつを叩き落とさんとダメなんだけど、落とす方法がない。さあ、1体でアタック。ターン終了。せめてトランプルあればね。さあ、高機王の野心か。なんとか攻撃を通したい。指数関数的成長決まれば一撃必殺なんだが、なかなか決まらんな、これは。さあ、マグダタップしてトークン出しましょうか。はい、ターン終了。ターン終了。なんとかしたいんだけど、なんともできんな、これ。トランプルが欲しい、トランプルが。さあ、お相手もハンドがね、1枚しかないね。ただ赤あるね。赤なんだろう。飛行性子速攻23。まあ、宝剣でもいいけどね。とにかくなんかトランプルつくカードが来てほしい。さあ、ブロックしない。さあ、ターンもらいます。どうでしょうかね。足りるかな。もうちょっと計算めんどくさいんで計算しないですけど。さあ、エンバレスの宝剣。5マナ、6マナ。X2。指数関数的成長。さあ、1体でアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手が先行。はい、7枚でキープ。さあ、ヤスペラの保証。犬が出た。さあ、トークン出して。ヤスペラの保証でマナ出して。ターン終了。まあ、一応下神構えながらね。
おそらく犬たでしょう。さあ、下神。あ、ダメだね。出ない出ない。先に倒しとくか。さあ、吹雪の乱闘で格闘してからアタック。ターン終了。今殴らん方が良かったかな。殴らずに下神構えといた方が良かったかもしれんけど。悩むな。まあ、とりあえず黄金化のドラゴン行きましょうか。さあ、アタック。巨人落とし飛んできたりするかな。わあ、ターン終了。プロテクション神。ジグリッドか。ちょっとなかなか珍しいやつ入ってますね。あんまり使ったことないんだよね。さあ、群れを導くもの。下神。さあ、ドラゴンが帰ってくる。さあ、2体でアタック。さあ、ガンガン出していこう。さあ、ここでミノータ出てもそんなにもう怖くはないっすね。さあ、どっちだ。あ、破壊不能持ってるからこっちだね。はい、ブロック。さあ、アタック。エンバレスの宝剣。はい、対戦ありがとうございました。さあ、対戦相手先行。遅いよね。マリガンしよう。はい、こっちの方がいいか。ガドラク、ボトムに落とします。まあ何もできんけど、ターン終了。さあ、お相手は、エルフデッキですかね。なんでしょうね。
エルフっぽいですけど。来ましたね。エルフデッキですね。さあ、7人の小人。ラノワールの幻想か。さあ、もう一体7人の小人。さあ、そして殴っていく。さあ、ブロックしてこない。さあ、エルフが出てくる。めっちゃ並ぶな、これ。やばいね。さあ、7人の小人。さあ、そしてマーグーダ。さあ、アタック。お、あ、相打ち取りに来ましたね。はい、ターン終了。さあ、さらにトークンが増える。あら、1個破壊されましたね。まあ、足りるか。さあ、黄金化のドラゴン。さあ、アタック。さあ、エンバレスの宝剣。はい、対戦ありがとうございました。さあ、マリガン。まあ、これは OK でしょう。ガードラクいらん。ターン終了。森を持ってきてターン終了。ターン終了じゃない、向こうのターンだった。ヘリオットが捨てられた。何のデッキでしょうね。7人の小人。さあ、ヘリオットが出てきて、ちょっと土地引きすぎだね。さあ、マグダ出してアタック。さあ、エンバレスの宝剣引いてほしいね。わあ土地しか引かない、厳しいね。さあ、黄金化のドラゴン。ここでエンバレスの宝剣あったらよかったけどね。3-1トランプル速攻。さあ、ダクソス。なかなか引きがきついね。強いのは強いけど。さあ、2体アタック。なんかもう一つ飛び道具が欲しいところですね。
まあ、ハンコンついた42が殴ってくる。それだけだったら勝ちですけど。あ、そういえばこれマグダで宝剣持ってこれましたね。宝物5個あんの気づかんかった。忘れとったわ。さあ、ブロックしない。さあ、ライフめっちゃ回復される。さあ、タック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、グルール、こいつですね。指数関数的成長。まあ、これをまだ使ったこと多分なかったと思うんで、これ使ってみたいなーで、デッキ考えてみました。まあ、あと7人の小人を7体入れてみたいっていう。これもあんまり使った記憶ないんだけど、あったかな？ちょっと覚えてないですね。結構ね、シンプルに毎回同じような動きしてくれるんで、戦いやすいですね。まあ、除去もね、結構入ってますし。6枚、6枚か、6枚多いんか少ないかわかんないね。あと、こいつですね。ガドラクが、まあ、ガドラク枠はまだちょっと調整の余地あるかな。指数関数的成長はもともと3枚しかも、ってないんで、3枚しか入ってないんですけど、まあ3枚で十分かなって感じですね。はい。まあ、あとは土地、殴れる土地入れるべきかどうか。まあそこはいらんかな。でも難しいとこっすね。あれはちょっと悩みどころではありますけど。はい。まあそんな感じでね。すごい突破力のあるデッキなんでね。ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。